どうもボえー今日はねえー、木曜日ね作品の話ということでですね今日はあギターストラップについてねお話サクッとねサクッとですよお話しさせていただこうかなと思いますねええー、まあボビー・アトレザーっていうとですねえー、今日はねこうここか、ね、な ギターストラップえっ、ー、とですねえー、まああのやっぱりこうロックを軸にね、えー、展開するレーザーブランドということでですねえー、やっぱこうギターストラップもありかなとね思いましてねえー、何年か前から作り始めましたねえー、今日はですねえー、そん中でもですねえー、まあ,あ 今アトリエにあるものを中心にですねさせ、えー、ていこうと思いますね、えー、もうたくさんあるんでですね、えー、またねこれはね、えー、ちょっとずつねあのまあまめに <laughs> ギターストラップのねいろいろおその時のストーリーを交えてですねエピソードを交えてお話しさせていただこうかなと思いますね今日はそう僕がですね。 初めて、えー、手掛けたストラップはこれです。えー、っとねこれかなこれストラップってあの説明しにくいよね。ブログで書く時も写真撮る時も思うんですけどねあの長いじゃないですか。だからあのいつもこうどういうふうに見せたら伝わるかなあいうね。 いつもねこう試案してあのまあやっぱりこうハンドステッチで、えー、ねいうのもやっぱこう特徴なんでまあ、基本的にはですね最初作ったのはこういうリングでね長さ調節をするような感じかな、うん、そういうタイプをまあ開発して。 個人的にもずっとこれをあのアコースティックギターにね、えー、つけて使ってるんですけどもねで、えっと、えっとですねで今回はですねまあ,あまあこれをね、えー、矢尻、えー、っていうタイプなんですけどねこれをですね、えー、ちょっと今現物もあるんで、ね、ご紹介させてもらおうかなと思います、ねえー、これはですね まあ、あさっきのパターンとですねさっきのは05型っていう、まあ、自分の名前つけたんですけどねあとはもうこう,こういう感じで矢印のような感じでですね、えー、ちょっとねちょっと黒赤っていうがねやっぱりちょっとエロティックな感じですけどねでこれはもうあのおこちらですねオーソドックスなギターストラップっていうかねあの長田調整がこうおこれを緩めてねあの 場所を差し替えて、えー、使うような、オーソドックスな仕組みですね。あと、まあ、これ、まあ、この二つか、まあ、まあ、大体三タ,タイプ、四タイプ。四タイプぐらいかな、あのー、デザインがあるんですよね。で、まあ、あのー、基本的には、うん、この感じで。これはもう、あの、どっちかというと、あた、新しい目かな。うん、これをね、えー、僕も、き、あのデザインとしては気に入ってまして、これ、ね。 カメラマコン、えー、森島さんね撮っ,ってもらったレッドウォーリアーズの、ね、ステージの模様ですけどもね、えー、ギタリストの小暮武彦さんですよしゃげさんが、ね、使ってるモデ,ルモデルとほぼほぼお同じタイプがこれです。んーとで,す、ね、で,でこ,ちらこちらがですね えー、まあこれもあの小暮武彦さん鮭さんのねギタリストの鮭さんがの,あのアコースティックギターを弾,か弾き張る時にね、えー、このギターに、えー、いつもつけてくれてる使ってもらってるねあのギターストラップになりますね。うん、これはあのピースマークをニューンと伸ばしていう感じの感じで、まあ、ほんでまあ基本的なあーベースはまあ 僕のこの05型がまあベースとはなってるんですけど、まあ、ここからまた型紙をね作り直してでまあこういう感じでね調節をして使ってもらってる感じですね。ねこんな感じでね。はい。まああのー、全部まあ基本的にはハンドステッチで。でまああのー、カスタムに よってはね中にこの内側にですねあのパ,ッパッキンじゃないわあのクッション <laughs> クッションをねあの肩のところに入れたりとかあそういうウレタンクッションですけどもねそういう入れたりとかしてカスタムしたりはしてますねオーダーいただいた時に。でまあ基本的にはこういうハンドステッチで、えー、あの二重張りっていうかあのう裏表もね いう感じでやってますねあともまあ、あのー、他にもいろいろあるんですけどもまあこれは、えー、また後日ですね、えー、ちょっとずつ展開しようかなと思います。であのこのタイプをベースにですねいろいろバリエーションも作らせてもらってますしねやっぱりご予算にもよりますしそういうなんで。えー いやあのやっぱギターストラップを探している方もいるみたいで、やっぱこうレッド上でね、でやっぱ規成品とはまだちょっと違う感じのものが使いたいということとかね、いろいろあるんでね、なんかそういう方がボビーアトレザーを見つけてくださってね、まそれでえいつもスケッチ描いたりとかしてやり取りをしているわけなんですよね。はい。でまあ今日あのこのストラップのね話を。 なんでさせてもらったかっていう言うとですね、最近ですね、こ,こ,この間からあのこの iPhone ね、iPhone でですね、えー、でできる、えー、SNS であのクラブハウスっていうのがありますよね。それをですね最近ちょっとおやり始めてねあのただもう。 僕の場合こう見てもらったりとかねしないとこうレザーってわからないじゃないですかこう,こういうねものってせめて画像とかこういう映像とかでねえだからどういうふうに <laughs> 使うていいかわからへんけどねうんでまあそういうふうなことを思いながらですね今朝のこういうアトリエでこういろいろこう仕事してたらですねなんかこうピコーンとこう来たわけですよ。 の小暮竹子さんね鮭さんもおがちょうどなんかあの何かしあのどなんなか使ってみようかなと思ったみたいででまあルームっていうのがあってですね僕と鮭さんとずっとおなんか2人でトークをしてたわけなんですよね。でそれがですねもうなんかもう不思議な感じがしてですね住んでるところでね今こう で場所が違う離れて違う場所にいるのに、まあ、いつもやったらこう、ね、メールとかでやり取りするじゃないですか、まあまあ、電話でまたそれではなしにあのなんか公開の <laughs> ところでですね、うん、なんかあのルームで僕をだから読んでねあの2人で最初は2人でなんか。 こういう感じで世間話みたいな感じでどなしつこったらいいのやな感じでね僕も「ボビー・アドレーザー」って言ってねあのあの英語で横文字でやってるんですけどね英語さっぱり分からへんからね <laughs> だからまああの英語これが英語な SNS なんで。 してるとこでですねちょっとずつ、まあ、これも慣れていこうかと思うし、まあ、こういう形でですね、あのー、なんかこうレザーが好きな人とかとねなんか絡めたらなと思いますしね革ジャンとか,あなんかそういうのが好きな方とかねいてるかもしれませんしねなんかそういう方と仲良くなれたらなと思いますし。 うん、いろんな業界の方とかあともねなんかこう横のつながりっていうんですかねなな、ままあ、縦のつながり横のつながり斜めのつながりいろんなね方とご縁をいただいてですねなんかこう風の時代っていうんですかそれをですね、えー、なんか一緒にローリングしていければなと思います。ははいあ町屋さんんん <laughs> 久しぶりです、ね、こんばんはですすこばね、えー 最近ねもうこの夕方をね定着させているんですよ。うん、で,あのでこ,うこういう感じでねサクッとね曜日ごとに、えー、こうやってねあの月曜日はあのレーザーの話したり、えー、火曜日は作品の話かな。で、まあ、最近はキャスケットが帽子が多いんですけど。 で水曜日はですね帽子ができるまでのドキュメンタリーみたいな感じでね映像を流しながらですねあの一個のハットが出来上がるまでのねえこう制作風景というかそれを解説してる感じですね。で木曜日がまあこういう感じでえ僕は今まで手掛けてきてえーホームページとかブログにね載っけてるものをですね少しずつ解説していってるっていう感じですねでまあ金土日はですね。 えもうネタ的にもねあのもう緩い感じでえまあ趣味的な感じかなうんあの僕の好きな本とかカメラとかデザインのこととかうんそういうふうな話をこうまああのちりばめていってでまあ土曜日はまあ僕の好きな音楽とかレコードとかなんかそういうふうな感じでえまあ パーソナルなことを、ね、発信したり日曜日はですねもうあの週に1回ぐらいちょっとギター弾いてなんか歌をですね演奏ギター演奏ですよそういうふうなのをしたりとかして、まあ、そういう感じのサイクルでですね、えー、番組を楽しんでいただければなと思って、えー、続けております、ね、またねあのタイミングがあればお付き合いくださいでまたコメントもね嬉しいですしまあそういう感じでねまたあーねこの Facebook ライブ配信もね、えー、なんかお役立ていただければなと思いますし、うん、なんか刺激的なあ1週間になればなとも思います、えー。それではですね、えー、またあゆっくりね、お会いしましょう。ボビーでした。じゃあね、バーイ。